大体2分でわかる忍びの一時。桜庭一時様はただいまをもって伊賀忍者第19代当主となります。唐獅子と甲賀のつながりについて調べたレポートと、唐獅子の持っていたある名簿のデータです。その方と甲賀の里の関係性について教えてもらえませんか？降雪！お前に何が起こったか分かった。甲賀は人の脳にマイクロチップを埋め込んでコントロールする技術を開発していた。それが私にも？軌道は妾に産ませた子供にチップを埋め込み、他の里に送り込んでいた。降雪、お前は鬼道の娘だ。私なんてさっさと追い出すか、殺せばよかった。ユミカさんがそんなことすると思うか。冗談だろ。甲賀当主の血筋のガキを育てるなんてどうかしてる。伊賀は来る者拒まず、去る者追わず、この子は私の子です。でも私が死なせた。私が。お前がやったのならあの傷にはならない。記憶がないのは洗脳に抵抗したからだ。裏切り者は他にいる。兄さんは何をしようとしてるんですか？全ての忍者を殺す。そして私とアスラによってこの国を陰から統治する。お前にはわからないだろう。そんなことは。美濃部鬼道から手紙が届きました。伊賀秘伝人格を渡し、無条件で伊賀の里を明け渡せと。これは宣戦布告です。弱腰になってはいけない。覚悟を決めてください。母さん、ごめん。俺は俺のやりたいようにやるよ。時貞、力を貸してくれ。